浜名湖の6日間シリーズ、静岡県知事杯争奪戦 G1 浜名湖賞開設64周年記念、今日は開催の4日目予選最終日の攻防でした。このレースが終わると明日の準優勝戦メンバー18名、その枠番とメンバーが決まります。第12レースは予選競争で揃った6名が1、2、3、4、5、6、ゆっくりと枠番通りにコース体系を固めていきます。まずは最内インコースを抑えていきます。絶好枠1号艇ミネリュータ、人気の中心に押されました1号艇ミネ、3着で 6.50、 4着で 6.17 という勝負。続いて2コースに構えるのは2号艇の今村豊、こちらは3着 6.50、 4着 6.17。 さらに3号艇の高沖健太、1着を取れば準優勝戦に間に合う計算です。高沖ピン勝負。4号艇の柳沢はじめは2着までに入りますと準優勝戦の1号艇が手に入ります。柳沢4稼働。5コース5号艇の田村貴信は4着で 6.33、 6コースの吉川3着で 6.33 となります。11レース終了時点でのボーダー18番目は地元長島牧で 6.17、 一時期よりは少し下がったボーダーですが、それでも高めに推移しました。今日の予選の4日目、並びは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。予選競争の12レーススタートしました。4コースから4号艇の柳沢が好スタートを決めていきました。高沖を叩いて、ここは4号艇柳沢、これを制して1号艇ミネも突っ張っていく。まくり出しに切り替えた4号艇柳沢、6号艇握って内側に3号艇、5号艇、2号艇旋回。さあ先頭争いですが、1号艇のミネがアウトコース、センター4号艇柳沢、内側から3号艇の高沖も来た。第12レーススタートは正常でした。2マークは4号艇柳沢がトップ旋回、1号艇の峰が外を回ってホームへ折り返し強烈、アウト側から1号艇峰抜け出しました。内側には3号艇高沖健太、高沖と柳沢は2番手争い、先頭は一気に逆転1号艇峰。2周1マークの旋回に向かいます。2着争いですが、内側に入ってきた3号艇高沖ターンマークに寄っていきますが、4号艇の柳沢はこれを差し返してさばいています。2番手は4号艇柳沢はじめ、3番手が3号艇高沖、上位体系は1番、4番、3番です。その後ろですが、6号艇の吉川、現在4番手、後方2艇が2号艇、5号艇続いています。2周2マークの旋回、先頭は1号艇の峰、2番手は4号艇柳沢、指して追いかける3号艇の高沖健太も2番手、3番手の定冠、現在3艇身、前にいるのは4号艇柳沢はじめ、3番手が3号艇高沖です。立ち上がりから高沖を一気に突き放していきました4号艇柳沢、リードを広げて3周1マークの旋回。3番手は 2番手は4号艇の柳沢、3番手から3号艇の高沖前を追いますが、徐々に定冠離れていまして、体型は143、後方3艇は6号艇、2号艇、5号艇の順に続いています。最終コーナーの旋回にありました。先頭は1号艇峰、2番手は4号艇柳沢、そして続く3番手には3号艇の高沖健太と、上位体型は1番、4番、3番で予選ラストカードの12レースまもなくゴールインです。先頭1番峰ゴールイン、2着は4番柳沢、3着3番高沖で6番の吉川、4着5着2番の今村、ラストは5番の田村ゴールイン。